特殊、ホッとするひととき、これいってみようかな。レベル38推奨だから、簡単そうではあるね。パッとクリアできればいいけど。特殊ってなんだろうな。周囲に高い遮断性を持つ電磁シールドを検知、信号の伝送方法を調整し依頼人につなげました。前回の一件以来だな。相方はお前のことを信頼しきっているが俺は違う。どうせお前もおこぼれに集まるだけしかない脳なしだ。このインチキプロキシ化けの皮をひっぺがしてやる。俺のインターネット ID を見て驚いただろう。かきくけこバイト仲介待ち。またいいかもを見つけたとでも思ったか。今回は一筋縄じゃいかないってことを思い知らせてやる。報酬、まあ依頼は依頼だし高額報酬はくれてやってもいい。だが欲しければ電磁シールドの干渉を受けながらゴールドボンプを捕まえてみせるんだな。遮断の影響を受けないサポートに切り替えます。電気の消耗速度の上昇確認。電気メーターが振り切れる前に、そう、ゴールドボンプを捕まえろと。あそこに行けばいいのかな。ボンプのプラグイン、周波数制御型 EMP 発生装置、ホロー内の各種装置、過去ボンプを含むの電磁波発信プラグインを破壊できる。治安局が許可した周波数帯でのみ有効。え？使ったらいいのかな。使わないと捕まえられないと、こういうことか。そういうことね。ルートを一掃しちゃおう。あ、仕掛けとけばいいってこと？おう。え？めっちゃ、あ、さっきのところこんなんあったんかな。まあでも大した額ではないか。はい、ゴールドボンプっぽいやつ、シルバーボンプ、プラチナ。もらえるもんはもらっていきたいの。あ、もう何もないのかな。あ、ある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 。50ずつとかか。
とりあえずもんもらっとこうか。あ、この未知領域っていうところしか通れないってことなんだ。なるほどね。ホールド。そういうことなんだね。これであれか、逃げて回収してる。ほんまかな。あいつはどっから帰ったんだろうな。ここは使えないのかな。戦闘系はないのか。あ、戦う、全く戦うとかはないんだ。へえ、これで400か経験値。なるほどね。これ続きの依頼がやっぱそうよね。なんか一件終わったら続きの依頼が来たりするんだよね。慌ただしく帰ってしまい申し訳ありません。彼女の、あ、これさっきのあれか。ときめきの場所が炎の中じゃなかったと気づいたんです。どうしたらそこ間違えられるんだい。いえ、そのちょっと誤解があるみたいですね。僕は一目惚れだったので、てっきりときめきを感じたのは最初に会った時だと思い込んでいました。でも、フォローから出た後、彼女をしばらく追いかけていたことを思い出したんです。彼女も最初はずっと戸惑っていたようでしたし、でも、ある時喫茶店でようやくデートを OK してくれて。また彼女から電話が、ではこの辺で本当にありがとうございました。報酬の方は約束通りお支払いします。はい。もう一件の方からは続きのあれないのかな。とりあえずないか。じゃあ、スケジュール作戦、あ、この作戦は実際のあれか、街でやるやつか。探索何しようかな。